海賊ラジオレッズ力船はい、野聖太郎ですレッツ力船特別執行いたしましょう年末もお伺ってまいりましたえー一通お便りが来ましたんでデブオヤジですこれからあのえー選勤名簿作りますんで男と,と本名はお書きいただいてご乗船くださいお願いします、えー、デブオヤジです 噂も含めた遺跡情報を見ただけでは、自分としては不安です。裏は仕上げの3年目、ロドリゲスのスタートの年。私の還暦の年の ACL 旅行では感動を与えてもらったものだ。遺跡情報の中で、名目はどうであれ、武田君の大宮です。まるで、たらい回しじゃないですか。小野さん、小栗晋三さんはどうなりますかやっぱり北の 大地かなというお便りをいただきました。まあ、デブ・オヤジのこのお便り、後ほど、私の今、えー、キャッチしている情報を含めてお話はいたしますが、ともかくちょっとね、今回あまりにも激しいので、えー、この画面の方にテロップをつけながら、ちょっと遺跡情報、えー、それから加入情報、ちょっと整理しようと思うんですよ。まず、 契約満了ということで、今後契約を結ばないよって言われたのは、もうご存知の牧野智明。これ、神戸の J1、えー、加入決定、正式に発表がありました。から、宇がが、宇賀人智也が、まだ、はっきりと移籍先が発表されておりません。大見ある D じゃないかという報道が、えー、昨日の夜、ありました。 これは私ネットの方で見たんですけれども、まだこれ正式発表じゃありません。で、トーマスで、残念だったね、彼はね、まだ24歳ですよ。えー、レッズでこれといった働きがないまま、怪我で悩まされて、まだ新しい行き先は決まっておりません。これが契約満了、いわゆる今後、え契約はしませんと。で、期限付きの移籍、来シーズン、 契約を結びません、えー、結局出て行ったけれども帰ってこれなかったのが福島春樹、えー、京都に行きましたで契約満了になりました、えー、レンタルでからユース出身の大城と池高彼らも、えー、新天地がまだ決まっておりません21歳ですただ戦える政治でやりますからまた浦和のユース育ちは 外に行って、結構、えー、いろんなところで活躍しているっていう、えー、事例がありますんで、えー、頑張ってくれると思います。大城と池田です。それから引退が、安倍ちゃんと、えー、田となったわけであります。でね、もう一つね、ちょっと私は気になってるのはね、もう二十数年、大原サッカー場に行けば必ず、顔を合わせる。 あるいは顔を合わせなくても、私の目の前を、リハビリに取り組んでいる選手と、歩行したり、あるいは軽いランニングをしたり、野崎さんの手にかかれば、半年かかる怪我が3ヶ月で治る。3ヶ月で完治する怪我が2ヶ月で完治する。試合に出られるようになる。 こういう神話を繰り返し選手たちから聞きました。名アスレチックトレーナーです。その野崎さんが浦和レッズを去る。どこに行くのか。FC 岐阜だ。野崎さんがいなくなるということは、来シーズン、リーグ戦で優勝を掲げ、ACL の スケジュールで動く。そして、カタールワールドカップに向かって、11月の半ばぐらいで、リーグ戦終わるわけでしょ ?2 月の半ばからスタートをして。きつきつですよね。スケジュールがね。もし怪我人が出た場合に、今までのように早くピッチに戻れるのかどうか、誰が担当するのか、私はわかりませんが、20数年にわたって、レッズを、 土台で支えてくれた野崎さんがいなくなることが、果たしてどういう結果になるのか。地味な仕事でやりますよ。怪我を治すというのはね、地味なんだけれども、最も重要な仕事ですよ。怪我は付き物ですから、どんな鉄人も怪我はするんです。とても心配。まあ、岐阜は山地さんだからね、かなり岐阜は勝負かけてくると思います。それから、完全遺跡。 並びに、えー、期限付きの遺跡。所属先が発表済みの選手をご覧いただきます。こちらです。田中達也。売られずわずか1年。ふるさとの福岡に完全遺跡。山中亮介。28歳。油が乗る時だよなレッズからセレッソ大阪。完全遺跡。J1 の舞台で戦います。 で、私がとても今気にかかってんのが、伊藤良太郎、23歳。水戸に貸していましたが、売れずに帰らずに、J2 の舞台でありますけれども、あの田中達ちゃんがいたアルベレクス新潟に完全遺跡です。良太郎は売られずに帰って来られませんでした。彼が入団した時の目標は、最初のマインドレズのサポーターの中で、ゴールを決めることが夢だ。 そう語っておりましたが、残念ながら、この次決めるのは、J2 の新潟を J1 に上げて、埼玉スタジアムで、両太郎には相手の選手としてゴールを決める。これを夢の続きとして持っていただきたいと思います。大変に残念です。あとは、金子が、レッズから京都に、 え、期限付き遺跡となりました。あ、そうか。えー、金子はまだ23歳で、レズの中盤の絡めとなるということで、湘南から完全遺跡で取ったんだけれども、そうですか。期限付き遺跡で、湘南の監督だった張貴樹監督が、え、京都の監督でありますから、張さんのところにまた戻るという形になるわけだ。期限付き遺跡中で、まだ来期は未発表の、 えー、県有。杉本は、横浜区マイノスに貸しているんですけれども、どうもそのままで、期限付き遺跡で、岩田に行くのではないかという報道が出ておりました。あとは、石井です。えー、YSCC 横浜ですが、育成型期限付き遺跡をしていて、あの藤原雄大も相模原から、育成型期限付き遺跡。 橋岡、えー、これはあの、新都とろい伝です。六、えー、6月30日まで貸しております。から、小木です。小木原、えー、京都、そのまま、紀元月遺跡継続です。列船出てまいりません。で、武田秀俊、えー、琉球から大宮に、先ほどの、えー、お寺に参りましたけれども、育成型紀元月遺跡、列船には出てまいりません。 これが、いわゆる契約満了あるいは、えぇ、ー、遺跡でレンタル継続。そういった現在までの情報ですね。で、完全遺跡で加入してくる選手も、ここでご覧いただきます。はい。こちらの選手です。まだ名前もしっくりとこないと思いますが、左サイドバック、30歳、ディフェンダー、 大宮ルディージャから、まわたり、かずあき。28歳。ディフェンダーセンターバック、カシマントラーズから、犬飼智也、左サイドバック、ディフェンダー、サガントスから、大畑、歩ゆと呼びます。二十歳。ディフェンダーセンターバック、FC 琉球から、24歳の、チネン、 哲也。非常に個性的な表情を持っている選手です。すぐ覚えられると思います、選手皆さんは。それから、京都から、京都、立花から、新加入で、期待の18歳、ホワード、木原霊。それから、琉球経済大から、新加入、右サイドバック、ミドフィルダー、宮本雄太。それから、流通経済大から、新加入、21歳、ボランチ、期待の星、 安い回と。以上。これが今分かっている2022シーズンの新加入の選手です。で、クラブがお休みに入りましたからしばらくこういう情報出てまいりません。ただ年明けにも発表が続々とあるだろうと思われておりますが、一応私の耳に入っている、えー、人たちの名前を言っときますね。水戸からゴールキーパーの にえかわって言いますよ。にえかわあゆみ、27歳。徳島からボランチ、ミドフィルダー、岩尾健、33歳。これはもう、リカルドっ子ですね。リカルドチャイルドの一人です。それから、水戸から右サイド、24歳の松崎海。そして、 ユース育ちで横浜 FC 左サイド非常に魅力的な松尾祐介24歳。彼らの名前が上がっております。多分その報道は正確なんでしょう。年明けにでも多分発表があると思います。まあともかく出ていく選手、そして新しく入ってくる選手が、 いつものシーズンと違って、半端じゃありませんので、すぐに私、スラスラと新加入の選手の名前とポジションを言えないっていうのが正直なところであります。で、まだ入ってくるでしょで、出ていくのは何なんだって話でしょで、さっきのデブ親父ジの話ですよ。小野さん、小六晋三さん、どうなりますか やっぱり、北の大地かな、っていう、最後の仁形ですね。まあ、デブ親父も、薄々感覚的なものとして感じている。正式発表じゃないから。私も、様々なところに、話を聞いた範囲で言うならば、 発表は年明けになると思いますけれども、それは多分、新蔵さんとクラブの話し合いの中で年末には発表していないんだろうと思うんですが、年明けになるんだろうと思いますけれども、札幌に99.99% 99。決定でしょうね。で、私は何回もこの YouTube で申し上げておりますが、新蔵さんが もう一度列に帰ってきて、戦えるという状況だけは残してもらいたい。あれほどの日本代表の選手を、浦和のエースを、いや、鹿島から浦和までずっと、二桁ゴールを続けてきた慎三さんを、レンタルというカタカナ文字をつけて、送り出したくはないんだけれども、けれども、 コル心新さんにはもう一度、浦和のユニフォームを着て、サッカー人生に、いつか訪れるサッカー人生にピリオドを打つ、その年、浦和の赤を着ていてもらいたいんです。だからレンタルで札幌に行くしても、ちょっとお貸しするお世話になったミシャのために、と、私は強く思っていますが、今のところ、 その形になるのではないだろうかと、私の耳に入ってまいりました。でもこれはクラブの関係者が言ってるんじゃないですから。そこから得た情報じゃありませんので、100%じゃありませんが、かなりはっきりとそういう話が入ってまいりましたんで、まあ残念なんだけれども、ミシャのために、心臓戦頑張ってください。仲間いますから向こうには。待ってますから。ね。 で、札幌のサポーターも新蔵さんを熱烈な歓迎ぶりを見せると思うんですよ。あなたの人柄、あなたのプレー全部札幌のサポーターを虜にすると思います。レズのサポーターが虜になったようにね、ほんのわずか行ってきてください。現状ではそういう感じです。まあともかく今整理したいことだけをお話しいたしましたんで。 年明け、さらにいろんな話が出てくると思いますが、しかしな武田秀が大宮かよっていうのはね、これ、どんどんと今、加入してくる選手のね、名前の、 とこうまあいいや、もう何を言ってもしょうがないから、現状ではそういうことであります。それではまた。チャンネル登録よろしくね。